久しぶりです。お久しぶりです。ああ聞こえますか？お久しぶりです。あ、筆頭株主さん風船お久しぶりです。お久しぶりです。おはようございます。おはようございます。聞こえる？おはようございます。牛さんもにゃんこさんもずいぶん楽しそうでしたね。僕の席空いてますか？まだ。おはようございます。あ、水沢さん、タイヤありがとうございます。おはようございます。それでは行きますか。ミュージックスタート。お疲れ様です。では KP、 あー辛かった、死ぬかと思った。お疲れ様です。はい、ということでね、はいっていうことでまあちょっといろいろ話すことはいっぱいあるんだけど、何から話したらいいんだろうっていうか、とりあえず皆さんご心配おかけしました。大変ご心配おかけしました。なんとか命つながりました。きつかった。どっから行けばいいんだろう。とりあえず退院しました。早かった。1週間経ってないぐらい、6日ぐらい。俺いつ行ったっけ病院。いろいろね、ことの経過とかが多すぎてね、あれなんだけど、とりあえずね、退院するとね、退院後の療養計画書っていうのを先生が作って、なんかこうあるんですけどね、毎回言葉がねちょっと厳しくなってきてましてですね、退院後の治療計画、断酒しかも字が太いっていう断酒ってすごいでっかい字で書かれてます。断酒が必須です。断酒会や断酒のための精神科の助けが必要です。必ず受診してくださいっていう文字がでかい。これねちょっと3枚あるんだけど、ちょっとまた過去のやつもね、だんだん口調が厳しくなってくる。笑い事じゃない。退院するとき看護さんに、もう戻ってきちゃダメだよって、本当にあなたもうちょっとした有名人よって、もう一人看護師さん回って、もうお礼を言って、帰ってきましたけど、いやマジでじゃあ、もう笑い事じゃない、笑い事じゃない。まあ、ちょっと入院中どんな感じだったかっていうのは、まあ、おいおいこういろいろ話していくんだけど、まあ、断片的に話すと、配信してないのはね、配信はね、しようと思えばできるんだけど、2つ理由があって、してないの。まあ、前回2回目の入院の時もほとんど配信してなかったんだけど、
まあ入院直後の 2,3 日は体調が悪くてそれどころじゃないっていうことと、あとまあ、2回目の入院の時もそうなんだけど、まあもうこれ、まあ、言いますけどはっきり、お前ら誰か通報しただろいっぱいあのさ、2回目に入院した時にさ、病院内のいろんなところにさ撮影禁止って貼ってあるんだよ。もういろんなところに、病棟から外来から全部、もういろんなところに病院内撮影禁止っていろんなところに貼ってあるの。めちゃくちゃ貼ってあるの多分お前らが多分通報したんだと思う。で俺聞いたんだよね、うん、その、まあ、デイルームみたいなとか電話使っていいところがあるからそこならいいですかって聞いたら、他の患者さんだとか患者さんの家族がいなければいいけどいるときはダメって言われて、で面会がねちょっと緩和されたんだよね以前より。このコロナ禍の中なんだけど、その1回目の入院の時は1回目2回目もかな、家族でもそのオペの前とかじゃないと面会できなかったの。もう荷物とかも看護師に渡すみたいな感じで面会外部からの面会その入院時とオペの前とかそういう時しか面会できなかったの家族しか。だけど今ね面会できるようになったの。だからね、もうデイルームね、もう常に人がいるんだよ。もう夜8時ぐらいまで。うん、常に人がいるから、もうできないっていうのと、あと俺目つけられてるから、タバコ吸いに行っちゃうから、病室から出ると、マークついちゃう。だからあんまりもう病室から出たくなかったものすごいマークされてるから、うん、ちょっと自動販売機に行きたいっていう時でも、もうそれでもなんかもう、なんか行きづらいみたいな、そういう感じで。まあ、まあそんな感じのことがもろもろあって、まあ、配信してなかったわけなんですけど、うん、人権主義、いや、うん、まずさ今回さ入院した時にその放送したじゃん YouTube にもさふわっちの、アーカイブ上げてあるけどさ、もうちょっと救急車呼ぶかどうかみたいな感じで、で放送終わってでタクシー呼ぶか救急車呼ぶかどうしようかなと思ったらクリさんから電話あって、ピーうちが連れてってやるでって言って、でクリさん連れてってくれて、で、まあ、外来受診して、でまあすぐ入院ってなって、でいつもと違うフロアに連れてかれたんだよ。うん、多分ね、いっぱいだったんだよその時。だから仮の病室押さえてくれたみたいで、でいつもの看護師さんとかじゃないフロアだったんだよね。階が違ったんだよ。違う階に連れてかれてさ、あーよかったって、いつもの看護師さんたちだったらなんか気悪かったもんなって言って、また戻ってきたとか思われるの嫌だったもんなと思って、まあ次の日にはいつものところに戻されたんだけど、うん、まずね多分主治医官の指示なんだろうね、荷物を全部チェックしろと。うんまず荷物を全部チェックして、まず水沢さんタバコ持ってきてるって言われて、持ってきてませんって言ったんだよ。うん、わかりましたって言って一回はけて、でまた戻ってきて、水沢さんちょっと荷物のチェックさせてもらっていいですかって荷物全部振り返されてさ、カバンから何からもう、うん、全部チェックされて、そしたらまずタバコが一個出てきた、うん、カバンのポケットから、でこれはお預かりさせてもらいますって、うん、テロリストみたいな扱いそうタバコ、うん、あ入ってたって言って、で、まあ、回収されて、で3日後ぐらいかな、うん、またもう一個回収されて、うん、回収されまくり、うん、すっとぼけそうそうそう。でもね看護師さんたちもね先生もね本当によくしてくれた、うん、本当によくしてくれた、うん、まああとアズールだよな、うん、やっぱり問題は、うん、古賀さん亡くなったって、誰古賀さんって、
そうそう、まあ、でね、まあね、今回ね、鼻の管やらなかった、鼻の管なかったの。あのね、数値がね、その外来で受けた時にもね、そこまでめちゃくちゃ悪かった。痛みはすごかったんだけど、あ、小野ちゃん、ありがとう。うん、痛みはすごかったんだけど、数値的にはね、なんだっけ、アルブミンだったとかの数値は、まあ高いは高かったけど、そこまでバカ高かったわけじゃなくて、うん、で、まあ、鼻管なしで、点滴のみで、絶飲食。うん、だけどね、やっぱ点滴だけだとね、お腹減るんだわ。あの鼻のやっぱりあの管、栄養剤やってる時はお腹減らなかったんだけど、ちょっとお腹が少し減ってさ、夜中にさ、ふりかけ舐めてたらさ見つかってさ、怒られた夜中にふりかけ舐めてたんで俺、うん、ペロ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 それは怒られた、うん、あの水沢さん、あの外から持ち込んできたもの食べないでって言われて、あのふりかけなんですけどって言って、な、何持ってるのって言われて、何バリバリ音立ててたの今って言われて、すいません、ふりかけなんですけどって言ったら、うん、なんかこう苦い顔してふりかけみたいな夜な夜なふりかけをこなめてたんずっと、うん、まあそんな感じですよ、うん、そんな感じで、こんな感じで、いや、お酒はもう飲まないですよ。安心して飲んじゃうとか、祝杯とかあげない、あげない。うん、入院中、励ましてくれたリスナーさん。僕の、身の回りの世話をしてくれた看護師さん。うん、そして主治医の先生。うん、裏切れない。裏切れません、うん、キューピーさんありがとうございます、うん、で、今回の入院費がですね、今回の入院費の話になるんですけど、うん、今回の入院費4万7000円です。それはいい、お願いしますお願いします。うん、今回鼻の管もなかったし、まあ期間も、俺何曜日に行ったんだっけ、あれ水曜日だから1週間いたい、6日ぐらいなんだよ、入院したの。5日か6日ぐらいかな、1週間いなかったよね、7日。そうそう、高額医療の範囲内な。あー、ありがとうございます、匿名花火師さん、水蔵 大満足。うるさい、バブやかしたで、お前、おい牛って名前変えて、お前随分アズールのところ楽しそうだな、いっぱいコメントしてたな。まあそんなで、まあ、あとまあ細かいいろいろ入院中のエピソードはまあおいおい話していくとして、うん、そんなんでしたね、はい、うん、アズルすごいな、うん、だいたい分かって、だいたい流れはしてる。25万保険金かなんかでしょ、うん、入院一時金かなんかを1000万にしたんでしょ。1000万いったんだよね。1000万。あれでも大変なの税金だわな。だから、ここストップせずに、もっと貼って、なくすつもりで貼っていくしかないよね。ここで止まると結構来年きついもんね。1000万じゃ。雑所得で、しかもサラリーマンで給料もらっちゃってるでしょ、今年もまだ。給料か？わかんないけど。だから税率がさ、高いから、もうここまでいったらもうベットして、もっと、うん、数千万まで持ってかないと。1000万だとちょっと来年きついと思
の僕が心配することではないでしょう、うん、まあここからねアズールとコンビ組んでブイブイはしていくんでアズールとネズールで、うん、もうそういうやり取りしてるから裏で DM で、うん、新 FX コンビニューマシンガンズっていう名前でアズル君とは DM でもやり取りしてるんで、うん、でさいちいちさちょっとコメントしただけでさ過剰に反応する人でしょパンコ帰れってもうさいや嫌いならさ反応しなきゃいいのにさ、うんうん、パンカスしねってお前が来ると冷めるとかさ分かった分かった分かったって俺嫌われてるの知ってるからって、うん、俺でもちょっとアズールさんにから俺はアズールとも何年来のあれだからニコ生時代俺が育てたんだぞだってあのポジションの取り方とかだってほとんどあれ俺だろうが、うんうん、なんだっけトレースイングじゃないけどこう差し根をずらしていく方手法だとか、うん、あれは僕の理想系の取引の仕方それ嘘じゃない、うん、あれ僕のスタイルに近いでしょどっちかっていうとトレードの仕方としてはそれは違うだろお前よりずっと俺の方が昔からやってるっちゅうの、うん、いや本当にコンビ名も考えてる、うん、モストデンジャラスコンビかニューマシンガンズどっちかにしようと思ってでニューマシンガンズで、うん、僕がテリーマンだったら彼はジェロニモ、うん、まあ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 、まあうん、お遍路ついていく気なのかってついてったらどうする、うん、だってさお遍路だって俺が先に言ってたんだよ、うん、まだ言ってないだけでお遍路行きたいなってそんなに絡みたけどそんなことそういうわけじゃないよ分かった、まあ、とにかくすごかったね、うん、あの取引はすごいよまあ一応そんな感じでとりあえず膵臓の方もね今はね大丈夫ででしかも今日最後のトイレ行ったうんちがちゃんとしたバナナうんちが出た、うん、ちゃんとしたお腹も良くなったお腹の調子も、うん、あと入院中に1回だけうんち漏らした下痢しててさ下痢しててズボンスウェットみたいなの入ってんだけどパンツ履いてなかったからさプッてへしたらさブシュッて出ちゃってわ太ももちょっとツーってそのもう水下痢してたから水だからさ伝わってくるの分かってやばいと思ってでトイレ行ったらそういう時に限ってその病室の前にトイレが3つあるんだけど3つ全部埋まってて、うん、うんち1回漏らしましたワンうんち、うん俺ね、岐阜の動画見てないんだわ、うん、あいつもな、いやらしくてなこれもう言いたくなかったんだけどさそのいつぐらいか、2、3週間前ぐらいからかなあいつさ、俺のツイッターのフォロー解除してたんだよちょくちょくやるんだけどな、うん、急にブロックしたりとかで、また今フォローされてんだけどなんかもうパンコさんとは友達じゃないですアピールなんかもうさ、もう言ってなかったけど、もう入院前からさ、うん、なんかもうパンコさん、最近コメントもしないでしょ、よく来てたのに、うん、で急になんかさ、ちょっと距離を置き出すんだよ、あいつ、うん、でももうそれ言うのも嫌でさ、俺、もう言ってなかったんだけど、
2、3週間も3週間ぐらい前、1ヶ月ぐらい前かなぐらいから、あ、延長します、あ、ちょくちょくそういう、あれ試してくるんだよ、なんか気がつくとな、まだな、フォロー解除ぐらいなんだけど、ブロックされてる時あるから、気がつくと知らない間に。安藤さんお久しぶりです、うん、元気そう、まあ、うん、今元気になった、うん、ただ精神科に行かなきゃいけない精神科に、うん、紹介状も書いてもらっちゃったから、うん、なんかね5つぐらい病院を提示されてね、うん、それこそねいろいろ、うん、大阪の精神科、京都の精神科、奈良の精神科、あと大阪もう一個あったかな、うん、先生おすすめの精神科って言って、どれがいいって言って、うん、で、紹介状書いたから、これ行かないと分かるからね、うんうん、心のクリニックみたいなの行かなきゃいけない、今回の入院で治ったのがパンコ、悪化したのはアズール、うん、だってあれでしょ、ギャンブル依存症から来るうつ病で入院してたんでしょ、でめっちゃギャンブルして帰っていったんでしょあ、でもすごいな、本当に25万だって一瞬で500万ぐらいまで増やしてたもんな。一番最初のポジションどういうポジション取ったんだろう、俺その辺見れなかったんだよね。もう見た時には200万か300万ぐらいまで増えてたからさ、気がついた時は、うん、今ここで紹介状ビリビリに破ったらかっこいい、うん、そうそうそう、うん、最初はゴールド S、日経 S、 どれぐらいレバレッジかけたの、25万で、25万でどれぐらいから入ったんだろう、何ピップで死ぬようなポジション取ったんだろう、まあでもあの取引だとな、うん、アズールだけじゃなくてね、デスペとかもそうだ、デスペとかも入ればだったよね、結局長続きしないからな、最後枯れ果てちゃうからさ、バーンと出てきてもさ、うん、こう待ってればさ、また俺の時代が来るの柔道の古賀さん死んだ、なんかさっきも言ってたけど、柔道の人なの、誰それ古賀さんって、俺知らないんだけど、わかんないんだけど、古賀さんって誰なんですか、猪熊ジゴロみたいなのモデルの人とか、そんな感じ、53歳、え、若いね、誰古賀さんって、平成の三四郎、あ、わかんない俺古賀さんって、バルセロナ五輪金メダル、これなんで亡くなったの、こんな早く若く、まあ格闘家ってな、短命って言うからな、頭いっぱいぶつけてるから、何で亡くなったんだろう、死因が書いてないね、あ、自殺か、そうだ、病気、病死だったら病死書いてあるもんな、ちゃんと出勤してる、いやだからね、出勤してても、うん、今ここで止まっちゃうと来年きついからね、絶対最低でも3000万ぐらい持ってきたよね、アズール結局雑所得だからさ、まあ、1000万っていうだけでさ、もう最高税率近くまで持ってかれちゃうんだけど、
アズルって多分1月2月3月までのこうサラリーマンの給料だとか、まあ、退職金は大丈夫だけど、あの税制があの別になるから、その給料だとかそういうのが来るから、それに上乗せされるからさ、税率高いから1000万ぐらいだとさ、税金かなりごっそり持ってかれちゃうから、来年きついんだよね、保険とかも考えると。保険、住民税、まあ、所得税もそうだけど、だからやっぱ3000万、うん、人の心配してる場合じゃない。すいません。じゃあ1、だから兄さんとして、うん、雑誌とかなんだ、アイフォレックスでしょ、だってあれアイフォレックスだとね、うん、うん、あ、頑張ってまた来ます。いやー、せいちゃんの水槽大満足、うん、そうだな。まああとはじゃあ、まあそのこのちょっとね1週間入院してる間に思った、まあアズールすごかった、アズールすごかった、全一はダメだな、あー、なんかあんなケチな、なんかさ、インターネットカジノやってるようじゃさ、ダメだな、うん、あ、しょぼすぎ、なんかさ、もうなんか自利品だよね、あんな、あんなケチな、なんかインターネットカジノさ、コロコロ回してさ、ケチなギャンブルして金なくしてるの、増えてるの知らないけどさ、あんなもんまあ増えないと思うけど、うん、あ、ダメだな、うん、確定申告しろよ。じゃあ僕のポジションの方行きますか。見ますか。はい、難品しました。15枚ここですね、17万利益出てきてますけど、さあどうしよう、あ、入院した時はマイナス60万ぐらい、もっとか、70万80万ぐらいだったけど、昨日の下げで、昨日一昨日ぐらいの下げか、ありがとうございます、アレちゃんさん。さあどこで切るか、78枚持ってるからね、早くアズルに追いつけ追い越せで、
握りつぶすね。いやまだ30ピップしか取れてないから握りつぶすもクソもないんだよね。これ下手するとやばいから一部利確しようかなと思うんだけど、一部利確したらアズールの取引見たら俺一部利確なんかできないよ。とてもどうしましょうか。この文字一部利確した方がいいかな。つかカプコン上がったな。カプコン持っとけよかったな、平和なんてやらずに。カプコン持っとけばな、本当に。株で俺70万ぐらい負けてるから。でもカプコン持ってたらその70万負けなかったんだよな。祝杯あげよう。ダメ、ストロング飲まないよ。ここで飲んだらダメだろ、もう一生クズになってしまう。みんな勝ってるんだ。岐阜も勝ってるんだっけ今、うん、岐阜もすごい勝ってるでしょ。300ピップぐらい抜ければな、これで。まあ、ちょっと頑張るか、様子見ながら。今日チャート的にもね、でも、うん、みんなすごい勝ってるでしょ。これ冷やしなんだけど、こうでしょ、うん、みんな勝ってるか。俺もここで、うん、なんかこう下げがね、うん、ここら辺まで、125円 125.5 円、120、ここだな、ここパクってないよ、うん、え、ここまで、ここまで行きたい。今日でもね、陰線つければ結構強い陰線つけると思うんだよ。127円ぐらいまでいっちゃうと思うんだよ。 127.5 ぐらいまでとか1円ぐらい下げれると思うんだよ、今日陰線つければ、崩れてくれれば。パックリって見くびらないでいただきたい。もう FX、 ニコ生 FX 時代からもう10年以上 FX 配信やってる僕を見くびらないでいただきたい、うん、見事なパクってないよ、うん。今日ご飯どうしようかな。晩ご飯、朝ご飯は食べてきたから、うん、何食べようかな。どうかせんがチン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 。アズールと連絡取ってるってのも嘘だろ。嘘じゃないって。ほら、ほら、証拠。
どうかせんが体え、その前もやり取りしてるよ。あーカプコン7000円、今日7300円までいったでしょ。7100円、今20円だけど持ってたらプラス20万ぐらいだったのにな。平和でも30万、あ、じゃあカプコンで30万負けたんだっけ俺。平和で20万、あ、どっちだっけ。今日経どうなってんだ。日経あ、日経掘ってるな。よかった、アズール日経切っといてくれて。2000万いっちゃうぜ、持ってたら。あ、アキさん退院おめでとう、ありがとう、うん、カプコンも関係ないけど気にすんな。カプコンも平和も見ないようにしたいんだけどね、見ちゃう。終わりの始まりかな、これ。でも結構下げ強いよね。下げ圧が日経2万6000ぐらいまで一回落とし込むかな。そっからもう一回3万復帰するのか、うん、ずるずる調整して今2万5000円台とか2万前半いっちゃうかな。そして為替の行方は、うん、俺も原油とか商品やってみようかな。俺もコーヒーとシュガーやってみようかな、うん、シュガーボーイに。今のポジ握れる、うん、握ってたか。一番ひどい時でマイナスいくらまでいったんだっけ。120万ぐらいだっけ、130万ぐらいいったんだっけ。ひたすらパクる。はい、チョコちゃんさんおはよう、うん、退院したよ。アズルのように一気に稼ごう。78枚だから、まあ、レバー300倍とか、あの海外とは違うからあれだけど、うん、まあ5円抜けばね、80枚、5、80、400万だからね。で、5円って別にありえない数値じゃないからさ、120円台前半いっちゃえばいいわけでしょ。そこだよね、うん、あ、大変ありがとうね、あの、おめでとうって言ってくれる人がいるのは嬉しいですね。やっぱりでも嫌われもんだけど嬉しいですね、やっぱり。とりあえず拾った命だからね、大切にしないと、うん、だから僕は、うん、僕を応援してくれた人たちのために頑張る、うん、YouTube もやらないとな、うん、1週間放送できてないから。あれだけど、あれだな、ふわっちのさ、アーカイブさ、YouTube の上げようかな。そりゃ、俺この前のさ、あの雇用統計ってふわっちやったじゃん。あれアーカイブ上げようか、うん、あのさ、ふわっちのアーカイブ1個上げたでしょ。あれ1000円ぐらいになったんだ、この1週間で。あんな動画が。あんな動画で広告収入が1000円ぐらいになったんだ。78枚になった。そうそう、これいつ足して、昨日足したんだっけな。昨日あのアズール見て、うん、いかんって言って、うん、みんながアズールに心ときめかしてると思って、あかんと思って15枚足した、うん、あ、ネスさんもお疲れ様です、ありがとう、うん、
そうそう、初めてねアップしたんだ、なんだふわっちのアーカイブを YouTube のに初めて やってみたんだけど、簡単だったしね、ただダウンロードしてアップするだけだもんね。なんかこの枠も、うん、上げとこうかなと思う、アーカイブで。そうすればあのタイムラグもなくできるしね。ダウンロードはさ、ふわっちのアーカイブって24時間経たないとアーカイブ残せないんだけど、自分がダウンロードすることはできるから、リアルタイムですぐアーカイブ YouTube の方に転載できるからさ。あ、いちごちゃんさんありがとう、うん、イベント参加してますよ、うん、今までの全部だって全部上げても大してさ、だって逆に評価下がっちゃいそうで。お米様タイヤありがとうございます。さあ単位岩にイベント1位狙っちゃう、うんうん、たまにはニッケひどい下げだね。あ、どんな株が下がってんの今、何系の株、銀行株とかは。でも銀行株とかは上がるのかな、これから低金利から出口戦略出てくれば、うん、さあこの一番下のなポジションがまだ、あ、赤くなっちゃうな、うん、ここが育ってくれると強いんだけどな。48枚あるから、ここは iPhone も買わないとな、うん、下がるかなこれ。一回利確した方がいいんかな。つか買い物も行かなきゃいけない。なんもないしな家。じゃあちょっとどうする、終わる。もうみんなちょっと飽きてきてるやん。株勢は全滅してる、うん、岐阜は今だってあれでしょ、株ばっかでしょ。でも個別銘柄だと上がる株は上がるんでしょ、うん、まあでもちょっと日経ひどいな。結構ファーストリテイリングが日経平均を操ってるだけだからな、うん、ただの服屋さんだからあんなの。日経が上がってるって言ったって、うん、ユニクロが上がってるだけで、日経が下がってるって言ってもユニクロがどうせ下げてるだけでしょ、ユニクロとソフトバンクが、うん、あんなただの服屋さんだから、うん、よく見てるなって。何が、でも今日経さ2万8500円割ったけどさ、あれアズール持ち続けてたらさ、もうそれだけで2000万いってるでしょ多分これ。あ、何枚ぐらい日経ラージやったでしょ、ラージ10枚、うん、まあ、うん、僕もこっからまだ勝つから、うん、僕のことはあまり見くびらないでいただきたい、
あれちょっともうなんかみん顔出そうか。顔がいいかポジションがいいかどっちがいい。いや俺もこれ入ればなんですけど悪いけど結構、うん、15m って結構勇気言えるんで。あでも 130% まだあるわ維持率。すいませんちょっと飽きてしまいましたまあ僕もまだ病み上がりだからね。最初は牛いたけど牛コメントしなくなったな。もう見てないのかひょっとして。あ肌もねだいぶほら綺麗になってきたでしょ。病気はねだいぶ良くなったっていうか痛みは取れたもん。あちなみにねガンマ GDP は入院時960で今500。カメラはねもうちょっと携帯のねもう内カメの方がねなんか傷が入っちゃってんだよ。ほらだいぶ綺麗になったでしょ。入院中薬も塗ってたし先も抜けてるし清潔なベッドで寝てたから、うん、だいぶ良くなったよ。通常時はおいくら。いや通常時がよく分かんないんだけど一番最初に入院した時の入院時が2700ぐらいあったでしょう。でそれが3週間入院して退院する時に300だか400ぐらいまで下がったんだよね。で今回入院時が900-970とかそれぐらいで今日ラストの測ったやつがラストというか今日の今朝測定したやつだと550。3月18日に入院したんだ俺。3月18日940だ940、次の日が744で飛んで3月22日564で今日が550。ワインなら大丈夫、ポルフェノールでって。だからそのワインに今回入院したんだよ。1回目の入院は焼酎で焼酎をガブ飲みして入院でしょ。2回目がストロング1日10本ぐらい飲み続けて入院でしょ。で今回はワインを1日2リットル飲んで入院もう飲める酒がない延長しますか。で入院費がすみません4万7000円なんですけど、血糖値ですか違うガンマ GTP、肝臓の値、正常値は7-50、ウイスキー、いや僕ウイスキー飲まない、ウイスキーはもうあんまり飲んだこともあんまりない。髪の毛も切らないとな。見てこの髪の毛の長さ、前髪とかもめっちゃ長いから。
元気になってね、ありがとうございます本当に。だって皮膚も治さないとね。だいぶ良くなった、ほら、本当。まあ、みんなからしたら汚いって思うかもしれないけど、これだいぶ良くなったの。まあ、まだ背中とかもひどいけどね、肩とかも。男子会行くの、いやまず精神科行けって言われた、紹介状も書いてもらったから。なんて書いてあるんだろうなこれ。でも開けちゃダメなんだよな。とりあえず今日明日でちょっと片付けだとか入院中の洗濯だとかもあるし、いろいろやって、でまあ来週かな精神科。もう俺大丈夫だと思うんだけどね、自分的には、もうさすがにさ、3回もやらかしてるから、3ヶ月おきに入院してんだろう、だって。消化器のその看護婦さんもね、さすがに水沢さんみたいな人は初めて見たって言われた。あなたちょっとした有名人よって飲まない飲まない、もう強い意志を持って飲まない。なんでそんな飲んだら死ぬって分かってるのになんで飲めるのって、まあ甘いかもしれないけど、最終的にはまあ断酒はするんだけど、最終的にはなんつうかな、週末にだけちょっと晩酌ができるぐらいの生活がしたいな。でも、甘いって言ったら甘いかもしれんけど、初日から、俺なんて毎日飲んでるけどな。あのね、毎日飲むのそのレベルが違うから、俺毎日24時間だから、24時間ずっと飲んでたから、寝る、もう寝てる時以外は飲んでたから、風呂入ってても飲んでたから、トイレでうんこしてても飲んでたから、そんなね、俺だって毎日飲んでるぜって言ってる人たちとそのレベルが違うから、その愚かさが。風呂にストロングが置いてあるんだもん、だって。そうそう、大量に飲んじゃダメだ。だからあのね、だからまあ今日も昨日栄養指導はあったんだけど、その膵炎ってアルコール、僕の場合アルコール性なんだけど、あとは油物も良くないんだよね。で、もう今回3回目の入院で。アルコールの線は引けたんだよ自分に、あ、これだけ飲んだら膵臓が悲鳴上げるぞっていうその線、だからさっきも言ったけど、1回目の入院は焼酎をね、大五郎4リットル入った大五郎を浴びるように飲んで、しかもあの時ケンさんが来て、あの花火投げてもらうために調子に乗って一気飲みもしまくった。ほいで次の日死んだんです膵臓が。で
ストロングだろ、ストロング1日10本だろ、10本を1週間ぐらい続けただろ、うん、死んだだろ、うん、で今回はワインを、ね、1.5 リットル入ったワインを1日2リットル飲んでたから、やっぱり死んだ、うん、だから栄養士さんに言ったの、僕あのもうお酒でお酒をどれだけ飲んだら自分の体が持たないかは分かったんですけど、油物は分かんないんですけどって言って、うん、だから油物の線がまだ引けてないから、油物はどんなもんなのかなっていうのをちょっと、まあ、見守っていきたいかなって、うん、それあるあるだねって、免許取り立てがスピード違反捕まるのが多いのと一緒、だんだん加減が分かってくる、そうそうそう、お酒はねもうだいぶ分かってきた、うん、ザブンさんも4リットル第5ロカルピスで割って、うん、2日で飲み切った時やばかったでしょ、それを断続的に続けていくから、うん、その時だけじゃなくて、まあ何にせよ飲まない飲まない飲めない、自分のためにもそうだし、うん、みんなのためにも、命を粗末にしちゃあかんよ、自分の命の重みを感じなきゃダメ、うん、生きてるってことを実感しなきゃ、生かされてるってことをね、うん、で、オクトレーダーにならないと、いやぶっちゃけね、今日ね、その、まあ、退院はもう昨日の時点で決まってたんだけど、その今朝起きた時に退院したら缶ビール1本だけ飲んじゃおうかなってちょっと思ったんだよ。でも俺カフェオレ買いました、うん、尿酸値とか大丈夫なの？いや多分大丈夫なんじゃない、言われてないから。尿酸値ってどれ、どの数字なんだろう。なんかだからガンマ GTP が高いから白血球じゃなくて赤血球がなんか肥大してるとかなんか言ってるな。だから何せよお酒やめて肝機能の数値も戻していかないと死ぬって、今日3回ぐらい死ぬよって言われた、うん、あなた病気だから死ぬよって飲んだら、うん、はい、まあそんな感じです。今日何食べようかな、今日ぐらいなんかいいもん食べるか、牡蠣買ってくるか、牡蠣を、生牡蠣を、人間はいつか死ぬからさ、人間誰でも必ず死ぬ、そんな人生楽しいですか、いやまだだからやり残したことあるから今死ぬわけねえかん、じゃあほんと死んじゃうかと思ったもん今回も痛かったぜ今日、今回もお腹、うん、痛かった、マジで痛い、本当に痛い、うん、けど3回のうち一番軽かったとは思う、うん、まあどれもきつかったけど一番きつかったのはやっぱり1回目だな、1回目は本当に やばかったもんな、
我慢し、うん、なるべくね、行きたくなかったんよ、だって、うん、だって案の定だったもん冷めてたぜ、看護師さん、うん、消化器の看護さんだし、またあの口じゃ言わないけどさ、もう顔が言ってんだよねまた来たってまた来たみたいな、よく教育されてるよ。やっぱね、介護施設の教育されてない介護職員だったら顔に出す、顔だけじゃなくて言葉に出すもんね。でも看護師さんたちはな、言葉には出さなかった。もう病室から一歩でも出るとさ、水沢さんどこ行くの水沢さんどこ行くのって言って、あ、お茶入れに行きますって言ったら分かったっていいよって、うん、許可するみたいな感じ。昨日の夜なんかトイレ行こう、トイレに起きただけでも水沢君どうしたのって、水沢さんどうしたのってトイレ行こうとしただけでも言われたからね。気になる看護師さん、あ、いなかったな、うん、合わなかったな。裏でかけてたかもな、かけてるかな今、うん、次いつ戻ってくると思うって。でももう深々頭下げて退院してきたよ。本当に本当によくしてくれた。タバコ禁煙できてない、うん、禁煙はできてない。あー、1回はね、しかもね、そうそうそう、捕まったんで俺、うん、夕ご飯が6時ぐらいでしょ。で6時から7時ぐらいって、その食事、看護師さんたちも食事を下げたりとかさ、まあ、あと夜勤者との交代だったりとかさ、でちょっとバタバタしてて、警備が手薄になるんだから、タバコ吸いに行く絶好のチャンスなんだよ。エレベーター前までそのな、ステーションを、まずステーションを乗り越える、怪しまれずにステーションを通り過ぎてエレベーターの前まで行くのが結構大変なで、俺はもう結構入院してるから、どの時間帯に看護師が手薄になってるか、看護師が出払ってるかっていうのを大体分かってて、やっぱ夕食のその前後っていうか一番手薄になるね。でその時はね、7時半ぐらいだったかなに抜け出してエレベーターに乗って降りて、で救急外来のところから外に出るんだけど、もう正面は閉まってるからさ、で出てって、でいつもだったらそのもうちょっと周りを気にしたんだけど、その時はね、あんまり気にせずにダーって出てって、で敷地の手前ぐらいのところまで行って、でタバコに火をつけたんだよ。そしたらすいませんって言って後ろから声かかってきてさ、私服のなんかちょっと小柄な男の人に声かけられてさ、私職員なんですけど、あなたどこの病棟の人ですかとかって言われて、で、あ、すいませんって言って、あ、もう絶対タバコ吸わないんでこのことを黙っててもらえませんかって言って、いや、ここ禁煙な、タバコ吸っちゃダメなの分かってますよねって、もう絶対吸いませんので、お願いします、許してくださいって言って、何階ですかって言われて、お願いしますお願いしますって言ったら何も言わなかったから、あー許してくれたんだと思って戻ったら、点滴台にさ、何階何病どこどこの病棟ってさ、シールが貼ってあるんだよ、多分そこ見られたんだよね。許してもらえたと思って部屋に戻ったら看護師さん来て、タバコ出しなさいと
で、だから2個こうやって募集されてるの。これは入院時に募集されたやつで、これはあ、これね、3月21日預かりって書いてあるんだけど、3月21日にあの通報されまして、タバコ G メン、でさ、ちょっと教えてあげよう。あの この服着てたんだけど、病院にいる時これをね、結局タバコをさ吸いに行って、その後柄を抑えられても、抑えられた時にタバコ持ってない、持ってなきゃね、いくら匂いがしようがなんだろうが、タバコ持ってなきゃタバコなんか吸えないじゃないか。タバコを吸うにはタバコとライターが絶対いるでしょ。でこれをポケットに入れてちゃダメ。タバコは1本ずつ、もうこれをね、基本的にこれを持ち歩かない、ね、数分だけ、まあ、2本ぐらい持って、こうやって、まあ、1本だとか持って、でライター、でもタバコを持ってなくてもライター持ってたらおかしいでしょ。でこれポケットなんか入れてちゃダメなの、こうやってポケットに、これね、これをこの内側のここに入れるの、このポケットの 裏側裏地、ここにこうやって入れとくので、あえてこっちにはガムとか入れとくの。こうやって触られた時にガムが入ってて、こうちょっと分かっちゃうから、こう、まあ、これがガムだとするとさ、これ、うん、ガムとかなんかいろいろジャラジャラ入れとくの一応、うん、で、はいはい、こう持ってませんよってこう出して、で、うん、ここの調べられないように、で、こっちの方は、ね、部屋、ね、荷物の中見られるといけないんで、これベッドの下に隠してたの、ベッドマットの下に隠してたの、うん、けど、通報されて、うん、タバコ出しなさいって言われて、あのベッドの下って言ったら、ベッドの下調べられて、ベッドの下って言って、これ1個出てきたんだけど、まだ隠し持ってんじゃないかってシーツまで剥がされたもんシーツまで剥がされて、そこまでしますかってこんなところに隠してそこまでしますかって言われて没収された。通報って、いや、職員、多分仕事が終わって帰る時の、帰る、もう私服になってたから、多分技師かなんかだと思うけど、男の人で、俺もバカじゃないからね、いろいろ考えてね、で必ず戻るときは1階で、なんだ、あの自動販売機で、カップの、なんだ、紙コップのなんかココアとか買って、根澤さんどこ行ってたのって言ったら、あ、ちょっとココア買いに、あの飲み物買いに行ってましたって、で言えるように毎回その偽装っていうか、あ、これ買いに行ってたんですよって、お茶買いに行ってたんですよって、お茶も持ち歩いたりと、アル中くらいで、なんで精神科なんだろうね。いや、アルコール中毒って精神科の領域でしょ、うん、俺でも別にアル中じゃないんだけどね、うん、アルコール好きなんだけど、いい、ここポケット、ここ入れちゃダメだ、ここ入れたらポケットの中だ、ちょっとポケットの中こうやってやられたらなんでライターがあるのなっちゃうから、うん、どこで吸うの、そもそも、いや、だから敷地内は吸っちゃダメだから、なんつうかな、こう病院の敷地がこうやってあるとして、ね、でウィーンってこう出てって、でここがもう道路でしょ、ここが道路だとすると、ここの、でも俺点滴されてるから、ずっと点滴のそのこの点滴台みたいなのもガラガラさせていかなきゃいけないから、外そう出れないんだよ、重たいから、うん、でこう敷地のギリギリのところまで行って、ここ、まあ、柵があるじゃん、敷地ので、体は敷地の中インで、手はここがこの柵だとすると、こうやって吸う
わかる？こう柵が これが柵だとして、でこう合木がいるでしょ。ここで絞って火つけるんだけど、タバコの先端はこうなってるわけ。でこっから一歩出ちゃうと、勝手に入院中に勝手に無断外出したってことになっちゃうから、無断、ここから出てすればいいじゃんと思うけど、ここから出るとそれは無断外出だって言って怒られたから前、出はしない。でもタバコは敷地の外にある。どこで吸えたの？トイレとか、あのそんな建物の中とか、そんな絶対吸わない。そんな俺、それ迷惑行為だから。ただのポンタさん、退院しました。タバコの煙は敷地の中にあるでしょう。いやそれはもう風で来ちゃうものはしょうがない。そんな中国から来る黄砂だって同じじゃん。アズル王来てる。何がアズル王だよ。来てないじゃん。やってないでしょ。やってない。ああ、アズール、これか。病院で友達になったアル中の方は、タバコは病院の外に埋めてたそうです。俺も知ったそれ。石の下にタバコの吸い殻隠したりとか。あとね、いろいろ他にも考えたんだよ。1階の外来とかの自動販売機の裏にタバコ隠しとこうかとか。とにかく病棟に持ち込むと荷物チェックされるから、あと体ボディチェックとかもされるから、こうやって一応考えてる。体のかゆみは糖尿、あ、糖尿はない、糖尿はない、まあ、糖尿がないのが救いだよ。糖尿まであったら俺もう本当に地獄だよ、入院費いくらだった？4万7千円いくら、アズール君は入院費いくらぐらいだったの？アズールは高額医療が、でもあれ俺より上限が高いでしょ、あでも保険とかどうなんだろう、よう分からんけど。18万だった。3週間ぐらい入院したんだっけ？1ヶ月ぐらい入院してた。僕1ヶ月どんだけ入院してもだいたい9万円ぐらいだから。夜勤のナースはトイレで吸ってますよ。あの看護師とかって喫煙率高いんだけど、あとまあ介護職とかも。でもね、それはね結構昔の話で、今ってね、タバコ吸わなくなった看護婦多くなったよ。多分吸わない人が多いと思う今も。昔は本当10年ぐらい前はもう看護師なんかもうパチンコタバコはもうほぼね、みんなたしなみね、レディのたしなみみたいにみんなやってたけど、もう今のさ看護師さんたちってさタバコ吸わないよ。まあ吸う人もいるけどね、そりゃいるけど。タバコ吸わなくなったと思う。バレた時どういうリアクションするの？ずっとうつむいてうつむく、はい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 って、すいません、はいはいって、謝るよ。
って俺に正義はないから感じですね。あーユーロ下がんないかな。一回切った方がいいのかな。どうなんだろうこれ。128円割ってほしいな日本時間で。点滴持ちながら、あのね、そう僕の場合治療がさもう点滴だからさ、ずーっと点滴持ってなきゃいけないからさ、やっぱりそうルパンできないんだよね軽く、うん、もうさ動けばガラ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 しちゃうし音は鳴っちゃうし、うん、もう入院患者って一発でわかるから見て、入院中スマホできるんですか。スマホできますよ。アズル君、僕もプラテンしたからね。うん、この一番上のこのプラス10、今いくらだこれ、17万の15枚昨日難品したんですけど、これはアズール君に触発されて取ったポジションです。うん、今78枚ルパンって何、だからナースルームを越えてエレベーターまで行って、で病院街に抜け出してタバコを吸うこと。で一番のチャンスが風呂の時、まあ、午前か午後に、シャワー浴びてるんだけど、その時だけ点滴から解放されるんだよ。その時だけ、ずっと点滴つなげられてるんだけど、シャワーの時だけ点滴を外してくれる。その時がチャンスなの。タバコ買いに行くのもその時がチャンスなので、取ってもらってお風呂の準備して、あの浴室に荷物持ってくふりして荷物だけ置いて走ってコンビニまで行ってタバコを買うっていう、うん、まあそれもね、でも見透かされてたけどね。で吸って戻ってきたら、あれ水沢さんお風呂行くんじゃなかったのって、点滴外したのはお風呂行くためだからねって、うん、ガンマって最高いくらぐらいまで上がるの。うん、5桁とかある。5桁になるともう死んじゃうぐらいなんじゃないの、うん、僕の最高値が 今までのがね2700最高。2700っていうと、サイヤ人が地球に襲来した時に、ご飯がちょっと秘められた力を爆発させて魔先行した時の戦闘力が2800だから、まあ、それぐらい。今現在がリアルタイムで今500、うん、今日朝測ったやつが500いくつだっけ、550、うん、いや550ってだいぶ低い方だよね。入院中おならといびきすごいでしょ。え、周りの人のってこと？あんまり気にならないよね。おならは俺もするし。強制退院になったの。いやだからその密告されて、今度は何日だっけ ？3 月21日の夜に密告されて。タバコ出しなさいって言われた時、その時の担当の看護師さん若くてちょっとおとなしめの看護師さんだったんだよね。で募集された時にちょっとふてくされて、はい、じゃあもう強制退院っすね、わかりました
いやそんなすぐに強制退院ってことはないと思うけど、明日先生から何か言われると思うから、まあ先生と話し合ってください、うん、いいですか。いやもう何回も注意されてるし、そうちょっと試し、看護師さん試しちゃった、うん、そんな投げやりにならないでください水沢さんって、その強制退院なんて私が決めることじゃないですし、うん、ちょっと試した。そしたら次の日主治医の先生来た時、主治医の先生もな、もうちょっと諦めてた、なんかあんまり言われなかった。かんな、これ上の方だけ切って40何枚にしとくかな、ちょっと枚数多すぎるよなこれ。スワップが今でも結構ついてるな、もう2万もついてる、2万500円。いやポジ分かんないよ、今日下げなかったら意味がない、うん、枚数でかすぎるから。まあアズール君に比べたら大した枚数じゃないけど、うるさいんだよ、アズールなら売りますだろうなって。俺はアズールじゃないんだよ、ネズールなんだよ。で まだね、アズール君1000万って言ってるけど、アズール君の場合税金がまだかかるから、まだ1000万、実質1000万じゃないから。それに比べて僕は今年ね、1000万までは税金かかんないから、僕の口座は、僕のクリック証券ね、国内業者は今年1000万までは無税だからね、まだ僕のが上だから。ん？分かんない？ヤマコさん言ってる意味が。アズール君は2000万ぐらい買って初めてようやく僕のところにたどり着ける。いや2500万ぐらい勝たなきゃダメなんじゃないかな。舐めないでいただきたい。あ、もう12時か。あ、どうしような今日。何作ろう。何食べたいと思う。入院中いろいろ考えてたんだよ。退院したら何食べようかなって。カレーライス作ろうかなって。YouTube の料理動画いっぱい見てた。あ、これ作りたいな、あれ作りたいなって。カレーやろうかな。何品白ネズだから何品したって、昨日15枚何品して今78枚持ってるから、何品した分での15枚がもう1円以上抜けてるから。あ、ピンポラさん久しぶり。ピンポラさんの店行って一回飲みたかったけど、もう俺酒飲めない体になっちゃったからな。髪も切らなきゃダメ。髪がめっちゃ長い。どうせ飲むだろう。飲まないよ。アズールのところ遊び行ってみる一回。アズールも暇してるでしょ多分。どこだっけ、四国だっけ。
アズルってどこなん実家。公開されてない。まあ DM で聞けば、うん、あーちゃんねっちゃんの中だから、うん、あーちゃんってのはアズルのあーちゃんね。でねずるのねねねねねちゃん、うん、もしくはパンパン、アナニってどこ？追い出されたの？いや違う違う違う、ちゃんと退院してきた。今回あの鼻の管なかったからよかったわ。でも、うん、あれが辛いから、鼻の管のやつが、うん、泡踊りってこういうやつ。でそれってどこなの？それ高知かなんか？阿波踊りって、うん、入院中春日さんは見てましたか？あんまちゃんとは見てない。あんま見てないけど一個だけ気づいたことがある。この画像この画像めっちゃ面白くない？これもう本当にさ、もう妖怪一家だよ。この後ろのこの親子、これ笑った。ハルさんってなんか似てるなと思って、これなんかさ、顔がチンチンみたいじゃない？顔がチンチンみたいでしょ。この画像はめっちゃ笑ったんだけど。ハルさんこれそっくり。このそっくりじゃない？これ顔の形とかさ。ガキデカの小回りくん。これ YouTube で動画上がってるよ。これあの吉江さんがさ、 R さんの悪口、これ R とかって言ってるところ。この後ろから見てるこの息子、本当に。俺でもさ、吉江さんさ、しつこく R さんのことさ、R 金返せとかって言ってるけどさ、50万ってさ、ねえ、なんていう金額だとかって思うけどさ、50万差し出、喜んで差し出したの春日さんだしさ、そもそもその50万の原資ってさ、あの、なんかナイスワングランプリみたいなやつでさ、賞金70万が出たんだよね。でさ、あの賞金ってさ、70万ゲットできたのってさ、あの、少なからず R さんの力がさ結構あったわけでさ、 R さんとドタバタいろいろ繰り返してその閲覧取った賞金なんだよね、うん、だからその R さんに正当性が全くないわけじゃなくてさ、うん、ある程度正当性はあるのにさ、なんか全部 R さんが悪いって言ってさ、 R 金返せとかって言ってさ。あれひどいよね、ちょっと。まだ見たことない人見るといいよ。あ、見る？ひどいよ、これ。
ソ笑ったもん。私がこんだけね自分で一生懸命働いた金をねこの子に取られてんだよ。あんた金返せよ。ねえ悪いけど悪いけどねあんたね誠意があったら金返せよ私に。なんでさなんで吉江さんにさ金返さなきゃいけないの R さんが。俺さ R さんこれかわいそうだと思うんだよねちょっと。まだ自分の息子に言えよっていう話じゃん後ろで笑ってる。ねえあの50万まあ50万ね少なくとも70万の半分は R さんに権利あるからねあれ。あの賞金って。そうそうそうバカ息子がな自ら進んで献上したお金なのに、うん、しかもそのお金の原資っていうのは R さんの協力があって得たお金だったっていう。まあいいかもこの話はやめよう。まあ、そんなんですね。あーユーロ下がんないな。10万かプラスあと200万を取りたいな。3円か2.5円。ちょっとトイレ行ってきます。あ、クーポンさんお疲れ様です。帰って、うん、あの退院できました。まあみんな飽きちゃったんひょっとして。ああ、せっかく退院したのに。ポジション見る？もう見ない。綿棒ポジションやろうか。綿棒ライン。日経落ちてるな。530円か。もう日銀さん来ないんかな。
男子会入るっていうか精神科に行くって行けって、うん、精神科まず精神科に行って、うん、紹介状も書いてもらったから、うん、でも精神が病んでるんだって、うん、でも今回完全にもうちょっと本当に先から一歩置いた人間に生まれ変わる、うん、まあこれで4回目もないぞ。本当に死んじゃうし、4回目、うん、そうそうそう、急性膵炎、そうそう、急性は危ないですよ。慢性の場合はそう、いや慢性の方がでもタッチ悪いでしょ、うん、慢性膵炎って絶対治らないからね。急性膵炎はとりあえずは症状収まるからさ、お酒はな。でもまあお酒がない人生もなんか寂しいけどね。なんか他ないのかな。なんかマジックマッシュルームみたいなのとかってどうなの。ダメだわなそれも。まずはまあちょっとでもしっかり体治さないと。今だいぶやっぱりお気も抜けてるし、うん、腸の具合も元に戻ってきてるし、うん、ちゃんと健康なうんちが出るようになったし、本当に考えなきゃいけない。好きなお酒無理やり我慢してて、だけどもうさすがにもうダメだよ。俺これでまたさ飲んでたら、ダメだと思わない？いやお酒は楽しみだったけど、もう今はもうお酒と別れることしか考えてない。仕事もな、働かないとな。あとはまあ友達作って彼女作って嫁さん作って子供作って健康的に飲めるようなその精神と肉体を身につけてから、うん、飲酒は再開したい、うん、もしするんだったら、ね、もう今さ今日これで今さ、うん、飲んでたらそれはもうあまりにも愚かじゃん人として。あ、エヴァも見かなきゃいけないな。エヴァ見てないもん。ほろ酔いぐらいだったら平気だよ。いや、ほろ酔い1本ぐらいは平気なんだけど、ほろ酔い飲んだら、もうあとはもうダムが決壊するからすぐ。もう、僕のその理性っていうのは、もうその、ダムなわけよ。うん、もう水が、もう満ちてるわけ、もう、ここ。もう表面張力みたいな感じなの。ここにほろ酔いだけでもほろ酔いが一滴入るだけでダーって決壊しちゃうから、それ分かってるから。体
買うときにホロ酔い1本だから、ホロ酔い1本だけって思って1本飲んだら次ストロングを3本買いに行っちゃうからダメ。ユーロ円 S 握ってます、今78枚。今日な、今日昨日と同じぐらいの酒が来てくれるとな、調子こけるんだけど。そしたらちょっと iPhone 買って髪の毛も切って、だな。とにかく断酒しろって書いてあるから、こんな太字で。下に書いてある、これ食事療法って書いてある、下のちっちゃいだろ、断酒って入院費用、それ聞く、もう一回。47,000円。誰か出してくんないかな、マジで。きついぜ、今の俺に47,000円は。ボケて、またツイッター上げときますよ。あの入院するたびにさ、あの栄養指導入るんだけどさ、退院直前にもう3ヶ月ごとにさ、その栄養指導入ってるから、もう栄養士さんにもう水沢さんに伝えることが何もないって言われちゃう本当、もう栄養もう指導することはもう指導しきってしまったと、まあ、あとはお酒をやめるだけだと。お酒やめるつもりはある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 、今なんか全然飲もうとなんて思ってないからね。あ、ジム行くっていうか、ジムっていうかね、体は鍛えようかなと思う、肌もね少しずつ元に戻りつつあるから、体もきれいにして、で、まあ、年も年だからさ、鍛えないとどん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 その衰えていっちゃうから、ちょっと鍛えようかなとは思う。毎日5キロぐらい走るだとか、筋トレだとか。筋トレね。ボツ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 。あ、でもさ、あの膵炎についてさ、改めてさ、いろいろ調べたんだよ。で、あの背中が痛くなる腹痛とか、あの典型的な症状あるじゃん。で、あのね、
うんちが止まるっていうのもあったみたいで、俺それ知らなくてさ。でも毎回そうなんだよね、入院直前になるとそれまでずっと下痢してたのがピタッと止まるの、下痢が、下痢、おならも出なくなる、 腸の動きが完全に止まるんだって。膵臓がなんかこう悪さし始めて腸にも影響を及ぼして、俺も今回も前回もその入院の2日前ぐらいからおなら、もう便、下痢してた便も止まっておならも出なくなる。あれもね、気をつけないといけない、あれも症状だったんだなって思って、ね、あ、いわゆる腸閉塞に近い形なのかな、うん、もうおならも出なくなるんだよ。それまでずっと毎日下痢してた、のが急にピタッと止まるの。お腹の痛いのより先に来る、来た俺は、うん、あ、まあお腹が、なんかお腹がの強くノックし始めたぐらいにもう便が止まっておならも出なくなる。逆におならが出始めると入院中も、あ、ちょっと良くなってきてんだなって、うん、おならがプー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 出るって。よいしょ。あー、ユーロ下がらんね。まあ日本時間こんなもんか。欧州今日指標なんかあったっけ。16時イギリス指標がいっぱいあるな。ポンドに切り替えようかな。つかトルコリラすごかったね。トルコリラ、トルコリラショック。今週の窓か月曜日、今どうなった、トルコリラ。今トルコリラ、あれ、トルコリラ円、リラ円いくらなんだろう。まだ2円ぐらい空いたじゃん。あんなトルコリラみたいにさ、あの証拠金の低い通貨で2円の動きってめっちゃすごいよね。たくさん口座真っ赤になった人いるんじゃない、あれ。借金になった人も大勢いるでしょう、うん、まだ下がってる。あー、上がらんね。あれ、火薬ってまだ持ってんの、トルコ、うん、もうあいつ、てか、まあ、あいつ FX 配信者ねえか、うん、右側が痛いのは内臓系、左側が痛いのは循環器系、中心の溝落ちのあたりが痛いのは膵臓。そうそうそう、あの2円って言ってもね、トルコリラだからね、ポンドで言ったら20円ぐらいのショックだよね、あれ。さあ、じゃあ残り10分で一回終わりますか。皆さんね、本当にね、ご心配おかけしました。もう心配かけないで済むようにちょっといろいろ頑張ります。うん、あ、小野ちゃん、初見です。ありがとうございます。イベント参加してますよ、一応。入院費だけでも稼ぎたい。ね。まあ、完全に YouTube 移行するか、でも。うん。YouTuber に。あと桜が咲いてきたからな、桜見に行くか一回、週末にでも。タイヤありがとうございます。イベント参加してますんで。あー、ユーロ60つけちゃったな、プラス18万。あー、ナイスパしたい。
スーパー YouTube のスーパーチャットも iPhone アプリから投げないでくださいね。そうすると Apple に中抜きされちゃうんで、できたらブラウザーからお願いします。まあ投げられませんけど、とにかくありがとうね、本当にありがとう。ってか本当にもう心配かけません、もう心配かけない、うん、健全なトレードは健全な魂に宿るっていうからな。あ、とにかくまずは体をなよくしないと、うん、今やっぱりすこぶるよ。1週間病院で体調直したからな。入院前の1週間きつかったもん、毎日。株が下げ止まるまで言う。いや、株も下げ、どこで下げ止まるか分かんないからな。そんなに簡単な相場じゃないと思うんだよな。だから一回切った方がいい気もするんだ。これで今日もズルっていっちゃうようだと本当に簡単すぎるもんな。でレバレッジも高いから耐えられないからさ。まあ、ちょっと今日一日もちょっと見てみる。でも今日一日見てるって言ったって、今日の夜上がっちゃったらまたマイナス100万クラスになっちゃうかな、枚数的に。うん、だからもうそう、半分せめて難品した部分が何枚あるんだ、30枚利確すると、それだけで20万ぐらいになるからな。うん、今の位置でも、うん、顔色悪いの、あの黒いっていうか顔色悪いのは肝臓だよ、肝臓。これ日焼けじゃないからさ、酒焼けってやつだから、いわゆる。でも20万ぐらいで利確したらさ、アズール先生は500万とか利確するのになってなっちゃうしな。日経もな、仮ブレーキかからないのかな。まあちょっと考えながら、ちょっとあとはちょっと入院のあれ、荷物も整理しなきゃいけないしな。暖かそうだし、ちょっと散歩してくるかな。入院してた時は体動かしてないから全然。年金、なんか年金法だとかはさ、もうブレーキかけるんでしょ。商品、まあ先物でも商品でもいいんだけどね、上がるか下がるかをさ予測するあれだから、別に為替でやる理由なんかないんだよな。上がるか下がるかなんか別に為替だって分かんないしさ、コーヒーだって分かんないからさ、分かんないけど、ポジっていい流れが来た時にそれにうまく乗って利益伸ばせるか伸ばせないかを取引してるの手法だからさ、下がる根拠とか上がる根拠なんてさ、まあ個人的にさ持ってたってあんまり意味がないからさ。うん、今日晩ご飯どうしよう、カレーライスやろうかな、カレーかでもな、どうしようかな。昔商品ぶっこい、商品はね原油しかやったことないと思う。原油はぶっこいた。原油はだから3000万を溶かしていく過程の最後の方で
あのとどめ刺した感じかな、原油でラージで溶かしまくって、日系ラージで溶かしまくって最後悪あがきしながら原油で溶かしきったみたいな感じ。では皆さんお疲れ様です。とりあえずね退院できましたので、うん、またあのねよろしくお願いいたします。うん、お疲れ様、うん、また絶対飲まないぞ、うん、入院前の痛そうなの、あれ痛そうじゃなくて痛いんや。でもあの時もまだピークじゃないから、あれからまたピークが来たから、うん、あなたは飲む半月ない、飲まない飲まない、うん、あ、やかしやろさんありがとう、うん、帽子をキックさんもね退院できましたありがとう。ありがとう、うん、退院しました。鋼鉄の膵臓、精神科、精神科行かなきゃいけない。ではでは、お疲れ様です。お風呂入ろっかな。昼間からだけど。こっちの方がひどいんだな。